皆さんこんにちは、証券ママです。今日は酒粕入り鍋焼きうどんを作ります。酒粕を入れることにより体もポカポカ温まって、とってもコクも出て美味しいです。ぜひ酒粕を入れて作ってみてください。それでは材料です。まずこういったゆでうどんですね、これ冷凍のうどんでもいいですが、これ一玉ですね。卵が1個、椎茸が1枚、それから長ネギがだいたいこれ10センチくらいでしょうか。それからほうれん草です。これもさっと茹でてあります。これほんの適量でね、お好きなだけ乗せてください。それから天かすが今日大さじ2ほどね乗せていきます。それからカニかまぼこが2本、これかまぼこでもいいです。調味料の方です。まず酒かすですね。酒かすが大さじ1、それから3倍濃縮のめんつゆが40〜50cc、これお好みの濃さにしてください。 50cc だと少し濃いめなので、まあ、40〜50ぐらいの間で作ってください。今日はね 45cc ほど用意しました。それからお水が 300cc です。材料は以上です。はい、まずね具材切っておきます。まあ長ネギは普通にねこういった感じに斜め切りに、これね乗せる具材は本当好きなものでいいです。エビの天ぷらなんかねあると本当美味しいんですが、今日本当に家にあるもので簡単にね作ります。はい、それから椎茸ですね。これね、やはりね、これこのまま入れても、まあ可愛いですけれども、私はね、これ火が通りやすいのにちょっと薄切りにします。もちろんね、この飾り切りにして、これ1枚のまま入れていただいてもいいですが、こうやって今日は切ってね、のせます。切るものはもうこれだけです。はい、それからおうどんですが、今日ね、これ普通のゆでうどんなんですけれども、これね、レンジで一回チンするとね、とっても早いので、ちょっと袋の端をね、切ります。はい、こんな感じに、ね、袋の端を切っていただいて、もうこの袋ごと電子レンジの600ワットで1分半チンします。じゃあね、レンジに入れてきます。はい、それではね、おうどんをね、温めている間に、こういった一人用の土鍋ですね。これにお水 300cc を入れます。はい、それから、3倍濃縮のめんつゆ、今日は 45cc 入れます。はい。そして火をつけます。おうどんがね、温まる頃、もうこれも大体沸騰してくるので、こうやって火をつけてね、ちょっと沸騰させます。はい、こんな感じで煮立ってきたらね、おうどんの方ね、これ熱いですが今チンしてね、これ温まっています。またほぐれやすいのでね、温めてからやってください。冷凍のうどんの場合も表示時間通り戻してください。そしたらおうどん入れますね。はい、こんな感じでね、これでね2分ほどね煮ます。火加減は中火ぐらいでいいです。まあ、おうどんのね、あの袋に表示時間だいたい3、このうどんですと3分くらい煮てくださいと書いてありましたので、表示時間通りね、ちょっと煮たいと思いますので、まず2分煮ますね。はい、2分ほど煮たら酒粕大さじ1です。これね、ちょっと溶けにくいので、ちょっとこのおうどんの方の汁ちょっと入れたりしてね、こうやって溶かして、まあ、自然に溶けますけれども、硬いタイプのね酒粕なんかもちょっとね、こうやってお汁でこうやって軽くね溶かしてね入れてください。そしたらね、またここで30秒から1分ほどね、ちょっとこう酒粕が溶けるまで少し煮込みます。はい、酒粕が溶けたらほうれん草と天かす以外のね具材を上にのせます。まずね、卵をですね、真ん中にポトンと落とします。はい、それからネギも入れます。
い、それから椎茸もね入れます。はい、それからね、カニカマも入れてしまいます。こんな感じでね、火をちょっと弱めにしていただいて、吹きこぼれないようにして、蓋をですね、こんな感じで吹きこぼれるので少しずらして、これで卵がね、あのお好みの硬さになるまで煮ていきます。はい、それでは見てみます。そうですね、卵はこんな感じにお好みの硬さになったので、もうね、ほうれん草を乗せます。じゃあね、ほうれん草のこれもね、量はね、本当にこれあのお好きなものを乗せていいので、そしてもう火は止めてしまいます。はい、そしてちょっとこうやって蓋をしてね、蒸らすとね、これすぐにね、美味しくなるので、じゃあもうこれで出来上がりになります。天かすはね、後でね、すぐにね、あの柔らかくなってしまうので、いただく、もうこれ少し蒸らしたら後で乗せます。はい、こんな感じでね、出来上がりました。はい、そしたらね、ここで天かすをですね、少しね、ちょっとこの辺開けていただいて、はい、これで酒粕入り鍋焼きうどんの完成です。はい、こんな感じでね、とっても美味しそうです。はい、こんな感じでね、出来上がったのでいただいてみたいと思います。とってもね、これね、あの酒粕入ってると温まるので、じゃあいただきますね。ちょっとスープと一緒に、じゃあいただきます。やはりね、ただの麺つゆだけで作るおうどんより酒粕を少し入れることで、本当に体がね、体の芯から温まる感じで、ましてや今日は鍋焼きうどんにしているので冷めにくいですし、これ本当に美味しいです。酒粕の量もそんなにね、たくさんじゃなくて大さじ1だけなので、お酒がね弱い方でも、もう、まあ、沸騰しているので、もうアルコール分はほとんど、まあ、酒粕ですしないので、ぜひね、酒粕を少しだけ入れてね、こうやって鍋焼きうどんにしてみてください。今日はね、本当にお家にある簡単なカニカマとか、ほうれん草、ネギ、椎茸、天かすで作りましたが、あと卵ですね、これ本当にもうちょっと豪華にエビの天ぷらを乗せたりしてね、お好きなものを乗せて作ってみてください。今からね、寒くなるので、ぜひこんなものを作って温まってください。とっても美味しくできました。ごちそうさまでした。最後までご覧いただきありがとうございました。他にもおうどんのレシピの動画はありますので、概要欄に貼っておくので、よろしければご覧ください。それでは皆様、また次の動画でお会いしましょう。しょうけんママでした。